日本ハムが新庄剛志監督52の就任3年目で初チームでは18年以来6年ぶりのクライマックスシリーズ CS 進出を決めた久しぶりに10月をポストシーズンとして迎えることが決まり選手や現場のチームスタッフだけでなく球団事業部の職員も大喜びだったシーズン終盤の8月頃になると 現実的に多くの球団職員は本拠地エスコンフィールドでファーストステージを開催できる2位でのゴールを願っていた。エスコンでの試合前に知った顔の職員に会うと、今年は2位までに入れますかねまだ油断しちゃいけないですよね。でも、2位までにはぜひとも言ってほしいです。などと声をかけられ、2位はいけると思いますよと励ますように答えていた。それが現実になり、 自分の言葉が嘘で亡くなったことに少しほっとしている。チームを支える人たちの思いも詰まった CS 進出だ。CS が決まった26日の試合直後、小村勝球団社長兼オーナー代行、58、に出くわした。いつもは気さくに話してくれるが、この日は心身と頭を下げ、おかげさまで CS まで行けました。これで初めて、S コンが成功した。 と言えますと丁寧に言われた。自前の新球場建設は球団の収益を増やし、チーム力強化につなげる側面もあっただけに、万感の思いだったのだろう。小村社長は、6月に雲蛛膜下出血で倒れ、札幌市内の病院で14時間の大手術を経験。生子をさまよった状況から帰ってきた後の言葉なだけに、記者も胸が熱くなった。思い返せば、 2年連続最下位で迎えた3月29日のロッテとの開幕戦は、エース伊藤博美投手、27、が6回4安打無失点と好投。打線も今季にブレイクしたタミヤ優良保守、24、が敵地打を放ち、フラン・ミルレエース外野手、29、が来日初本塁打を放った。その日のゾゾマリンの記者室で、 今年のチームは少し違うと記者仲間で話したのを思い出す。20代前半から中盤の選手が中心の若いチームで短期決戦の経験は少ないかもしれない。それでも何かを起こすかもと思わせる雰囲気が今の日本ハムにはある。記者コラム田中健と